はい、まずこれから、フランス、ブラジル、パラグアイ、3カ国を訪問いたします。まず今年は、日本の OECD 加盟60周年の年です。議長国として、OECD 閣僚理事会において、基調講演等を行うことを予定しています。日本は、ルールに基づく自由で公正な国際経済秩序を構築し、そして強化する、こうした取り組みを主導していくことを訴えたいと思っています。合わせて生成 AI をはじめとする国際的な課題についての議論も推進したいと思いますし、 OECD のインド太平洋地域に対するアウトリーチ、これを強化することも推し進めていきたいと思っています。そしてOECD においてこの今申し上げたような取り組みを行うわけですが、フランスを訪問することになるわけでありますので、その際にこのフランスにおいてマクロン大統領、そしてアタル首相、こういった方々とも二国間関係、さらには国際的な課題について意見交換を行い、そして関係を強化する、これも行っていきたいと思っています。そして次に南米ですが、ブラジル、パラグアイ、2カ国を訪問いたします。ブラジルにおいてはこのルーラ大統領と二国間関係、そして国際条理における連携等も確認をしたいと思っていますが、合わせてサンパウロにおいて日本の総理大臣としては9年ぶりになりますが、南米政策の、その政策スピーチ、これを行いたいと思っています。日本と中南米との今日までの道のり、そして未来に向けての道のり、この道のりというのをキーワードにしながら、この久しぶりに日本のこの中南米政策スピーチを行う、これを予定しています。そしてパラグアイにおいてはペニャ大統領との間において経済、宇宙、情報通信、さらには人的交流、こういった二国間関係と合わせて国際的な課題についても意見交換を行いたい、このように思っています。なおこの中南米2カ国には日本の経済界から CEO クラスを含む50社合わせて170名の経済ミッションが同行することになっています。その現地の政府あるいは経済関係者との交流を深めたいと思っています。そしてこの2カ国においてはやはり日系社会との連携を確認することも重要な課題であると思っています。若い世代を含めて未来に向けてこの現地の日系社会との連携を確認する、こうした機会にもしたいと思っています。以上です。